だって言えねえじゃん、そのさ、例えばさ、自分がさ、まあ、難しいな、なんか、トーンリポいらっしゃい。かませんにいらっしゃい。見返り求めてるわけじゃないんだよな。見返りを求めてるわけではないんだよな。あずさんいらっしゃい。今夜冷える。正直流暢ではなんか2時間に1回とか起きてた。そのたんびに起きてね、1時間ぐらい起きてるわけよ。9時に就寝だから、んでさ、だいたいさ11時ぐらい目覚めてさ、んでまた1時間ぐらい起きてさ、それをずっと繰り返していくうちにさ、それを繰り返していくうちさ、リュウチ担当が俺が寝てないからさ、夜喋ってたよ、リュウチ担当と。別に逮捕されてさ、その、自分が今後どうなるかっていうことに対しての不安とかじゃなくてさ、なんだろうな、何やってんだろうと思った、自分で。してあげてたのに、してあげてたのじゃないんだよな。自分がやることによって、将来の幸せのために、お互いの幸せのために自分をやってるんだけど、自分の幸せでもあるんだよ。バカなんだろうね、うん、パイセン本当に好きなリスナーなら反省することも話してやらなきゃ。反省ってだからみんなに別に反省することはなくね。俺これ正直な気持ちなんで、これ別にみんなに反省することは別にないじゃん。別にみんなが被害者でも何でもないんだから。捕まる捕まんないくて、俺ね、やっぱ口が悪いね。マジで。焦ってた。まあ、それはあるな。俺さ、配信が好きで配信やってるんだよね。俺ニコ生時代から、ニコ生から配信やってるからさ、お金が稼げない時代から配信やってるから、それで、いつの間にかさ、投げ銭っていうものができてさ、お金が稼げる時代になったわけだよ。だから、俺の気持ちとしてはだよ、お金は稼げるんだけど、やっぱり配信が好きだからやってるのよ。ただ、やっぱ金に切羽詰まるとダメなんだろうな。キュンいらっしゃい。金に切羽詰まると、みんなには見せてないだけでさ、放送外だとお金のことばっか言ってるわけよ。お金いつ支払いだから、これお金これどうにかしなくちゃいけない。もうそういうことしか考えてないのよ。で、プラス事務所に入っちゃから、事務所の企画とかそういうことばっかこうやって考えてるし、自分の放送ができないわけよ。放送時間に、要は放送時間が作れないわけよ。事務所所属してる時は事務所のこと考えて、他の人の相談乗ったりとか、他の人がこうやって伸びるためにやったりとか、もそうだし、どうやったらうまくいくのかとか、企画配信のこととかこうやっていろいろ準備したりとか、で、お金も必要だ、もういろんなこと切羽詰まっちゃってさ、今回は。
たださ、ツイキャスでほとんどやってなかったからさ、それも相談できないじゃん。だからキャパオーバーになっちゃって俺、だから事務所辞めたのよ。だから事務所辞めたの。もういっぱいいっぱいで俺。なんか俺らしくないって、うん、だからでね、うん、そうでさ、まあ難しいな、ここじゃちょっと言えないな、使われるかな、うん、それは別に俺ね、トップになるのも嫌だし、誰かがトップでその下についてる方が楽なのよ、自分は楽なんだよ。ただね、まあ、みんなに分かんないんだよ多分。カトラいらっしゃい。多分ね、そのね、俺がその一日ね、この7月とか8月、一日何をやってたかっていうのをずっと見せて見れば多分わかると思う。多分。みんなはさ、たださ、放送時間少ないなと思って TikTok 見てたと思うけど、放送時間が作れなかったのも事実なんだよ。放送時間少なかったじゃん。このツイキャスの時と比べて。放送やりたくてもやれなかったんだよ、正直。うん、俺はこうなる気がしてた。配信、まあ、やめるかもしれない、配信。ちょっと今回は本当聞いたな。エミいらっしゃい。家あるよ普通に。ただ鍵がないだけ。あとさ、残念なのがさ、俺捕まってからちょっと知ったんだけど、俺の家の鍵をね、爆音要所が持ってるんだよ。爆音要所が今持ってるんだけど、2個あるんだよ今鍵がね。その鍵をね、なんか俺に届けるためにツイッター上かなんかで、俺に届けたいから、何？その、俺に届けたいから、なんかその支援してくれみたいなことをツイッターで呟いてたと。なんかそれもショックだった、ちょっと。要はさ、別に郵送で送れるじゃん。なんかそれなのにさ、なんかさ、そうやってさ、なんかわかんないけどさ、俺に鍵を渡したいがために、渡さなくても別にいいじゃん。なんかそれを聞いてちょっとショックだったな。別に渡さなくてもいいじゃん。別に郵送で送ればいいだけじゃん。俺が鍵さ、今さ、5000円で借りてるんだよ、俺、鍵。なんかそれもショックだった、ちょっと。
キリスケと吉尾がそれで揉めてる、なんかね、その俺吉尾と LINE した時にさ、ね、パイセン二人っきりで会いましょうよと放送しないで、自分売名とかしたくないんでって、売名とかそういうことって別に考えてなくて、別にいいじゃん、俺と会ってさ、別にバコン吉尾と会うよって、放送しようがしないが関係なく、そんなさ、別に俺と会ったって売名にならないもん。じゃあ簡単に言うと、あのね、売名っていうのはその配信者が面白ければ、俺の放送を見てるリスナーさんはバコン吉尾も見ようと思うけど、そもそもが俺のリスナーさんって他の配信者に興味がないんだよね。うちのリスナーさんは。なんでかっていうと、俺と会話したいだけだから。俺の放送に来るリスナーさんは、俺と会話したいだけだから、俺が誰とコラボしようが、そっちの放送に行くことはないのよ、基本的に。だから、その売名も売名じゃないも関係ないんだよ。これは俺の放送はちょっと特別変わってるんだよね。みんな俺と喋りたいだけだから。そこをちょっと爆音予想気にしすぎてて、鍵も戻ってこないからさ、俺すげえ今言われてるのよ。捕まる前にね、その管理、俺の家の管理してる人に鍵いつ帰ってくんのって。シェアハウスだからさ。だからそれもちょっとショックだったかな、爆音予想には。マジで。